こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨のことなんですけども、ビットコイン一つ取ってみてもですね、つい最近まで300万とか400万とか言ってたわけですよ。でもそこを一気に突破して500万前後に行って、そして600万に行きました。で、昨日おとといだったんですかね、暴落だとか言ってね、多分多くの方が YouTube などで語っていたと思いますし、それを気になってクリックする人も多かったんじゃないですかね。全くナンセンスだなと思うんですよ。だって去年の今頃って100万ぐらいだったじゃないですか。その100万のものがですね、5倍とか6倍の物件価値になったわけですよ。で、この1年でね、それが瞬間的に50万とか100万落ちたからといって大暴落だっていうのは、それはね、もう完全に誤差の範囲ですから。だから長いスパンで見ないと、少なくとも1ヶ月とか2ヶ月とかっていうね、この短いんですけども、そのスパンで見ても値上がりしてるでしょ。やっぱり暴落なんてのはね、瞬間的なその下落に過ぎないわけですよ、調整局面というかね。で、全体的に値段が下がってますけども、でも値段が下がるってことは誰かがね、売って利益確定してるわけですよ。じゃあその利益確定したキャッシュってのが、じゃあ暗号通貨にもう二度と入ってこないのかってことなんですよ。やっぱりね、また入ってくるわけですよ。還流してきて、また新しい相場を作っていきますんでね、だから瞬間的に下がったからといって、それは買いのチャンスが入ったっていうふうに思えばいいんじゃないですかね。だってビットコイン600万ぐらいになったら、なかなかおいすると買えないでしょ。で、私は550万になった時に買い足しをしました。他の値上がりした通貨を決済してですね、ビットコインにほぼ1本にしました。そして値段が下がりましたよね。で、500万を切るか切らないかってところで、さらに今度は現生投入したわけですよ。これはチャンスだと思ったからなんですよね。で、ビットコインってのは500万とか600万いきました。ということは、500万、600万で買った人ってのは、さらに値上がりするチャンスを狙ってるってわけなんですよ。イーロン・マスクもそうですよね。何もね、500万弱でイーロン・マスクさんが大量取得して、で、天井だと思ったわけじゃないんですよ。これからまだまだ伸びると思ったから買ったわけですよね。私もまだまだ伸びると思います、ですんで、瞬間的な値下がりに狼狽してですね、売ってみたりとか、そもそもその不安を煽るような動画をわざわざ見てみたりとかね、しまいには私の方にね、どこまで下がるんでしょうかって問い合わせなくても大丈夫ですからね。下がることあるんですよ、上がってるわけですから。でも上がって下がってのギザギザを繰り返しながら上昇していくわけでしょ。高値切り上げ、安値切り上げです。これね、くしくも今ね、 FX でも同じことを言ってるわけなんですよ。まあそんな感じで、前置きが長くなりました。ちょっとね、また恋月光見てみましょうか。はい、ビットコイン520万ぐらいですか。イーサリアムは一気に値段戻して170万ぐらいいきました。あ、17万か。まあ、だいたいイーサリアムって100万ターゲットだと私は思ってますんでね、ここからまた盛り返して、とりあえず20万、そして今度は新しい価格帯30万を目指していくんじゃないかなと思います。で、しばらく飛ばしてですね、ポルカドットも気になるところですけども、まあ ADA の方見ていきましょうか。もうね、格が違う。 ADA は109円になってますよね。現在の値動きっていうのはこういう風になってます。で、結局はこの24時間見ても右肩上がり、7日間を見てもまあ横ばいから右肩上がりですよね。14日間見てみましょうか。横ばいから完全にこれもね、値上がり局面ですよね。30日もうかなりの値上がりです。要するに全部上がってるわけなんですよ、こうやって見たら。ビットコインも見てみましょうか。ビットコインも値上がり1本ですよ。暴落のかけらもないですよ。やっぱり24時間でもこうでしょ。少なくとも値下がりしてないですよね。7日間見ましょうか。7日間、ここを見ると550万から若干のね、525万、なんか 5% ほど下がったように見えます。でも今度14日に合わせてみますね。ほら、これね、横ばいから少なくとも値下がりはしてないですよね。30日だと適面ですよ、完全な右肩上がり。だからこれをもってね、値段がどこまで落ちるんだみたいな、そういう風なね、なんて言いますか、分かってないなとか思っちゃいますよね。リップル行きましょうか。リップルはね、私もう放置なんで見てないんですよね。実は久しぶりに見ました。横ばいボックスって感じですかね。7日間、ああ値下がりしてるように見えますね、これはね。14日間だったらどうでしょうか。これも下がってるには見えますね。30日だと値上がりですね。要するに長期で見れば見るほど値上がりしてるわけなんですよね。なんだ、90日だとちょっとね、不安ですね、これね。横ばいですね。180日で右肩上がりでしょ、完全に。30円弱でボックス作ってますけども、2コブラクダになってるじゃないですか、中央のあたりと右のあたりと。心配ないですね。ちょっとゼンフィネットワーク見に行きましょうか。ゼンフィネットワーク、もう最近ね、毎日見ないと気が済まないになってきましたね。まさか100以内に入ってないだろうな。入ってないな。120、30位でいるんじゃないですかね。これですね、132位、あんまり変わってないですね。値段もあんまり変わってない。まあなんせ2円から3円の間うろうろしてるんで、
ほぼ誤差の範囲でしか変わってないですね。30日見てみましょうか。ね、1円割ったところからですからね、2倍、3倍ぐらいにしかなってないんで、ちょっとこの辺でまとまった金額買ってみようかなっていう気にもなりますね。はい、ということでね、全然慌てる必要ないです。まあ本来暗号通貨っていうのはこういうふうなボラティリティを持って暗号、乱高下するんで、いちいちね、暴騰だとかね、急落だとか、大暴落だとかっていう言葉を使う人ほど当てにならないっていうかね。だから、まあそういう言葉に反応する人が多いから、要するに分かってない人が多いからその言葉を使ってフックかけるんでしょうけども、しっかりと見ていけば、ある程度長期でね、長期っていうか30日とか90日は長期じゃないですからね。だから暗号通貨に関してはまだ長期っていう概念ないんですよ。だって2015年あたりからですよ、なんとなく言葉が出てきたのが。あれからまだ10年も経ってないのに、長期も何もないっていう話なんですよ。全部短期ですからね、今までのは。その中で短期的に勝ち抜いていけるところを見るから参加してるわけでしょ。今まで不動産にしても、証券、株式にしても、投資をやったことがない人がなぜか一番難しい、よく分かんない暗号通貨だけやるみたいなね。そこに何のチャンスを見出すのかっていうと、みんな分かってない世界だから自分にもチャンスがあるんじゃないだろうかってことなんですよ。でもやっぱりね、投資をコツコツやってきた人にはかなわないですよ。この瞬間的にここ1年2年で暗号通貨をやっと買いましたって人はもうかなわないです。こういう人はベテラン勢には。だからちゃんと学んでいきつつ精神力もつけていくことなんじゃないかなと思いますよね。それでは失礼します。